広志ゆうめ号は中華民国の台湾鉄路管理局が運行する電車自強号の愛称で2012年に落成したテム2000型電車で運行される。正式名称は広志ゆうめ自強号列車。ラン線、北、海線と電化後の台東線で運行され2013年2月6日に第一列車が正式に営業運転を開始しその後は太白各号とともに 北めぐる線、ギラン線、電化後の花東線における高速化、増便に貢献する。太白覚号の愛称公募に続いて、台湾鉄路管理局と台東県政府の主導で再度、民間から公募された。一時選考では一時、大のまり号が優勢だったが、最終的に、広しゆうめ号がネット投票では八千七百七十八票の得票で選ばれ、専門家の協議を経て、 広ロ有名号は最終選考でも最多得票となった。これに対して、ふとしろ覚悟を要し、新太郎覚悟が妥当と考えていたカレン県住民は、対東県住民の組織票の疑いがあると物言いをつけるなど、県庁を巻き込んで物議をかもすことになった。列車名称の広ロ有名は、プユマ語で集合、団結を表すとともに、プユマ族の英文表記の プイマと原住民集落の南大部落、広市有名部落の故障も兼ねている。別名をつけることが、恒例の台湾の鉄道ファンからは、赤や昼、猿顔などと呼ばれている。広市有名号は2012年10月25日に、日本から台湾に輸送された初日、キールン林港線から公衆輸送されたが、 キールので営業時には使用しないホーム端を通過する際に床下機器が接触する事故を起こした。これは作業員が軌道の再付節時にレールの緩和曲線部の半径の計算を勘違いしていたことによる。列車がカーブに差し掛かった時に床下制御機器の保護カバーとホーム末端部が接触し、すり傷が発生した。事故後4名の作業部門の職員は 広志夢号の性能試験の結果、同様の事態が懸念される箇所についてかさ上げ工事を決定し、キールーン駅、ダンダン駅、ボタン駅、三木両駅、ワニ駅5駅について、ホームのコンクリートを削り、紹介機では、ホーム下方にある通常時に、駅員の証拠で利用するはしごが外された。二千十八年十月二十一日午後四時五十分、頃、ギラン県総央鎮にある、 新馬駅付近で、ニキタ市のジュリー運発台東行きの列車が脱線、18人が死亡、215人が負傷した。2020年12月23日改正ダイヤに基づく。ありがとうございます。